イエスイエスイエスノノノノノとテンション上げ上げこんにちはほのぼのでイエ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 イ今回は割と久しぶりのガチャガチャを2人でやっていきたいと思います。2人でやるのは久々だね。とりあえずたくさん回しまくっていきます。1500円1500円で分けてやっていきたいと思います。3000円。今日ほのぼのね、眉毛出してんの。いえのーのえのんとほのぼのです。今日なんかイメチェンしました。これ私の服なんだけど、すごいチクチクする。緑だね。チクチクする。ほらもう絶対うちの服の方が似合うからさ、ボブになってんじゃん、うん、って思ったでしょ。そう、動画がちょっとね、全部押してボブになってるんですけど、ね、結構思うんだけど、これいっぱい言ってるからもう大丈夫だと思うよ。うん、だね。ってことで、おうちのノエノンと、あ、でもそっか、この動画の時は長いからだけど、なんかそうだよ。はい、それではですね、今から開封していきます。違います、私ミサキって言うんですけど、ほのぼのちゃんの代わりになってます。え、新キャラ、はい、あ、ミサキさんなんですか。ミサキちゃんでーす。ミサコサキでーす。まず動画見てもらいましょう。せーの、どうぞ。今回もですね、やっている動画の後に商品紹介して、やっている動画の後に商品紹介してっていう流れでやっていきますので、まずはやっている様子どうぞ。ほのぼのがやりたいのこちら、アニマルスマホスタンド。じゃあアヒルが欲しい。白色で可愛い。めっちゃ可愛いじゃん。でも豚も可愛いんだよね。全部可愛い。可愛い。全部マジ。200円だって安い。家帰ってからの楽しみ。はい、見ていただきました。ほのぼのさんがスマホスタンド来た。これ。君に決めた。スマホスタンド。あ、いいで、下もこんな感じでなんかちょっとシュッてしました。あ、え、いいじゃん、豚？うちアヒルが欲しかったの。え、可愛いね。あの白系統に合わせたかったの。あー、ラインナップ取り出しておきます。アヒル、猫、犬、豚、恐竜、うん、たくさんありますね。インスタやってんじゃん。インスタやってる？ツイッターもやってる。ほんとだ、後ろに YouTube, YouTube もやってんじゃん。後で見よう。 YouTuber あるある。これです。耳にちょっとかけた。いや、ほんともちろんさ、スマホ持ってきてさ、じゃあ次紹介して。次間違ったと思うけど、じゃあ待ってて。あ、スマホケースつけてるとできないよね。うちのスマホ持ってきていいよ。スマホケースずっとつけてないの。外で落としたりして、どうし、絶対。あ、無理無理無理。あ、待って、違う。あんた、ツルツルじゃん。ほら、こうやって出るの。あ、立ったじゃあ続いて、ガチャガチャしている様子どうぞ。続きましてこちら、タオルでございます。ちょうどね、今ハンカチが欲しかったんで、これやりたいと思います。300円です。どれが出てもいいのこれは。あ、でも捨て可愛いな。家に帰ったからのお楽しみ。これ宇宙人説。人だな。はい、見ていただきました。ノエノですね、ハンカチが欲しいということでハンカチタオルやってきました。すごい可愛い標識のハンカチなんですけれども、どこも、え、めっちゃいいね。そう、うちは TikTok 撮るときって結構三脚を使うことはあるんだけれども、めんどくさいんだよね。はい、で、これ青色が出たんですけれども、ちなみに青は指示表示 A と規制表示と、あとはこの指示表示 B でございます。どれが出ても私嬉しいんで、さあどれが出る、バーンってことで、あー、宇宙人のやつ、これめっちゃいいじゃん、かわいい。流れてますよ。商品紹介してる自分が映るっていう。最悪だよ。めっちゃいいねこれ。スマホスタンドだから写真とか映えたい人はぜひよければこれ買ってみてください。あ、横でもいけるね。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。でも私のだとこれだから見えない。確かに見えない。斜めにして。宇宙人しか買った。なのの標識はこちらですね。規制表示、歩行者専用のやつで。え、それ欲しい。めっちゃ可愛くない？欲しい。やった、よかった。欲しい。いいのが出ました。欲しい。欲しい。ほんとタオルが欲しかっただけなんで、何が言っても嬉しかったんで嬉しいです。で、続いて、ガチャガチャやっている様子、どうぞ。続きました、こちら。
なんか可愛い、なんかでかいウサギあります。300円。どこでも嬉しい。あ、いいじゃん、これ可愛いじゃん。サインピーできました。ウサギですよね。これめっちゃ可愛くない？これもどれが出ても嬉しかった。やるか迷った。私もやった。デブウサギです。生まれました今。こちらもいろんな種類あって全部可愛かったんですけれども、まあ、どれが出ても私も嬉しかったんですけれども、こんな感じ。やばい、ウケる。この子が出ました。めっちゃ可愛くない？後ろもちゃんとタルンってなってる。めっちゃ可愛い。いいね。ちゃんとね、下にやるやつも入ってます。なんだこれ、ポッコリーズって書いてある。ぽっちゃりーズじゃないんだ、ポッコリーズなんだね。お腹がポッコリと惜しい。あーごめんね、痛いね。ガムボールのお父さんに言ってる、うん、あー確かに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 、ガムボールめっちゃ見てる。続いてほのぼのやっている様子どうぞ。続きましてこちら恐竜バルーンやっていきます。ゆかちゃんお楽しみ。ほのぼの欲しいのこれ。大食いが何回やんだよ、何回やんだよ、やめてー。何ですかそれは。何か分かんない。いや自分で回すって何が分かんないわけないでしょ。可愛いなこれ本当に。これはですね、ふーって膨らますと、あの、膨りになります。何膨りって。恐竜バルーン。あ、違いました。膨らむ、キラキラ。私が出た種類ですね。分かんない。あー、キラキラって膨らむやつか。膨らませてみて。なんだろう、ほのぼのが出たのは。なんか透明の ABCD って書いてあるんだけど、モノスクロすぎてちょっと分かんない。 B かな、 C かな。 B って、そっか。こちらでございます。これね、あのダイソーに売ってるあの膨らまして大きくするやつですね。膨らましたかったから。あ、じゃあ、あの次紹介してみて。あ、いい。じゃあ続いてノエの回してる様子どうぞ。続きましてこちら潮干ガールだって。なんかここら辺結構そのインスタグラムの人が多くて、うちこの人見たことあるインスタ、道上のなんか面白いことたくさんあるけど、あれあります。言葉の後ろに本音が隠れてるっていう。が出ても嬉しい。これだ。はい、見ていただきました。結構最近ガチャガチャね、よくインスタのイラストレーターさんとコラボして商品開発してることが多い気がしますね。私もインスタさんなんで。インスタさんじゃないわ、全然インスタさんじゃないけど、おギャーとかをぜひよければガチャガチャにしたい。ガチャガチャにするの夢かもしれない。割と叶いそうな夢じゃない、ガチャガチャにするって。でもガチャガチャも多分そんなたくさん店舗できないから、原宿のあそこのところでガチャガチャ開催するんで来てくださいとかできるよね。お、いいじゃん。だからやっぱさ、ガチャガチャって結構さ難しいよね。私結構ガチャガチャってどれが出てもいいなって思うものをやることが多いんですけれども、このウサギさんとかだって全部可愛いなって思えるような商品を作らなきゃいけないとか考えた時に結構難しいなと思う。でもなんか作りたいな。私ね、ハンドメイドをいつかね販売したいなって考えてて、ハンドメイドだから一つ一つ全部違うんだけれども、ガチャガチャとかにするのもありだよね。めっちゃ良くない？逆に全部違うのが出るって考えたらどれが出てもいいって思っちゃうもんね。わかんないけど、良くない？ハンドメイドって入れてくれる入れるって刺すとか違う気がした。どうしようしよう、ノズルをひねりながら刺すかも。もう開いてないんだ。あ、そういうことか。もう刺しちゃえってこと。ガチで刺しちゃって今。めっちゃ刺しちゃったよ。大丈夫？うわ、膨らんだ。すごい。あ、すごいすごい、見て見て。うわー、すごい。うわ、割れそう。やだやめて。やだやめてやめて。何してんだよ。毛が生えて、毛が生えて戻ってきたんだけど。毛がついてる、たくさん。これなんですけれども、潮干ガールちゃんでございます。使い方は自由、たくさん集めて様々な組み合わせを楽しんでね、書いてあります。これスライドができるのよ。私が出た子はこの制服着てる子なんですけれども、すっごい走ったよってピローンってめくると、虫図って書いてあります。虫図が走る吐き気を催すほど不快であること。よく頑張りました。でも可愛い、これはめっちゃつけたい、バッグに。ではおー、ボールなってる。おー、びっくりした。こんな感じに膨らみました。なんかこの中はラメが本当入ってるだけなんで、今刺したらラメがたくさん出てきちゃったんですよ。こうやってラメがあった方が多分絶対可愛い。ダメだよ、もうそれ以上やったらダメだって。
それでは続いてガタガタしている様子どうぞ。続きましてこちらラスニーの最後場所。え、そしたらラスニーだったらちょっと2個やりたいんだけど。カーボの持ってんな、この不在地域っていう。パスで聞きましょう。だからこれ刺しちゃダメだって。君に決めた。こちら今誰といる男、俺の知ってる人。すごいゴムキーホルダーなんだ。これ前回もやってたな。あ、ほんとだ。サイコパスをやったよね。確かにシークレット出るまであったら絶対やり続けよう。サイコパスっぽい感じの。こちらもインスタの方みたいです。割りたくなるよね。ダメ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 。それでは続いてガタガタしている様子どうぞ。こちら生き物やります。かわいいじゃん、生き物。300円です。どれが出たら嬉しいね。あ、一番出てほしかったやつこれだわ。はい、見ていただきました。こちらでれん、生き物でございます。生き物めっちゃ好きなんですよ、私。初めて聞いた。本当？なの、生き物さっきさ、これ出たら刺してないですか。違いました、なんとこのタイプでした。ヌーヌーが出たのこちらでした。私が出たのはこのタイプかと思ったんですけど、キーホルダーのチェーンがここについてるのでこのタイプのやつでした。逆さまになってるやつ。ナマケモノってすごい可愛いし飼いたいと思うんだけれども、なんかナマケモノの爪ってなんかすごい毒があるみたいな、すごい聞いたことあるんですけど、聞いたことありますか。はい。それ割れそう、やめて。でホモちゃん本当にギーカイ。ギーカイかわいい。なんかすっごいクオリティも高い、これ。ナマケモノかわいいだけ好きだよ。海外のさ、動画で道路のど真ん中にナマケモノがいて、それを助けて他の木に移してあげたら、ゆっくりね、一列車からこうやって木登っていくの、めっちゃかわいくない。かわいい。すごい好きなの、それで。ナマケモノ見たことあるよ。ナマケモノって何なの、幸せそうなの。うわっ